どうも、ローズの香りがする股間のミサワ、略してロリコンのミサワです。エアライドゆっくり実況ご視聴ありがとうございます。今回してトライアルを一緒にやるのは、どうもおなじみのツッチーです。というかなんだ冒頭のあの挨拶は。私の本当の名前だけど。なげえわ。さすがにロリコンでもないのにあの名前で通すのはあれだからな。だから改名したのさ。余計ひどいわってわー。てめえ何すんだこの野郎。早、開始16秒でマシンが壊れたぞ。これはいい展開だ。というか展開早くね。恐ろしいな。早くも波乱の展開だ。お前、ワープスターに乗ろうとしてるな。おいバカそれだけはやめろ。いや壊すつもりはない。僕が乗るだけだ。じゃあその壊れかけのライトは私が使おう。開始早々ぶっ壊されてマシンの強化に遅れを取ったが、まだ何の問題もない。いやだいぶ問題あると思うが。ツッチー、仕返しは3倍返しって言葉があるだろ。つまりあれだ、お前を3回は壊さないと気が済まない。言ったなこいつ。まあそのうちやってやろうじゃないか。たかだか1回壊しただけで調子づくんじゃないよ。さて、このタイミングでデビルはありがたい。これであいつの天狗っ鼻をへし折ることができるな。だが死にかけである。かまへんかまへん。おら、ターボ壊れちまえよ。お前みたいな赤いマシンが存在するから他のマシンが出てこないんだよ。壊そうとしたがアイテムを優先したか。欲に忠実だな。てめえさりげなく狙ってきてるだろ。待てこら、コピーあるからって調子乗ってんじゃねえぞ。じゃあの、僕は逃げるぜ。不意打ちに失敗しただけでこの逃げっぷり。待てやかすやろう。ライトは犠牲になったのさ。そう、僕の代わりにな。うろうはこいぱい。着々と強化してるな。こりゃ油断できなくなってきた。イベントだけど、この空の色はあれだよな。うん、バウンドだね。正直かなりめんどくさいからなこれ。どこかにオールも弾んでいるんだけど、そうそう見つからないからな。だよな、探すだけ無駄だよ。ついそれでも探してしまうのは私である。無駄な時間になるかもしれんし、あればいい程度で考えればいいのに。兄貴、あでも死にかけか。ごめん兄貴。愛車にも容赦ないミサワであった。さらばワープスター、僕は安全第一でワゴンに乗り換えるぜ。出たな高性能の箱。だがもう箱なんかにビビる私ではない。その体力でもか。ぶっちゃけるとちょっとは怖いが、ビビってちゃあ何も始まらない。いや何も始めなくていいから。いやいや何も起こらないし、シティトライアルとか見ててもあれだぞ。まあそうかもしれんが、なんか防御いっぱい出てきたわ。ただでさえ硬いワゴンに、それは一発で葬れなくなったな。かと思ったら私の近くに攻撃がいくつか。ワゴンの耐久なめんな。いや舐めてはないがな。まあそう熱くなるな。まだ3分経ってないんだしさ。開幕でマシン壊されて黙ってろと。無理な話だね。そりゃあそうだな。僕だって一度開始早々壊されたことあったし、あの時の僕は今のミサワと同じ感じだったと思う。せやろ。ってことで戦争の幕開けじゃあ、へへへ息吹いっぱいあるじゃんよ。おうどこ行ったクソヘタレ野郎。クラッカー取った途端に逃げたな。クラッカー相手にどうしろと。当たらなければいい。それだけだ。そんな無茶な。絶対に一発はもらうわ。男は度胸だろ。なのにお前取ったら、不利になった途端にガン逃げ、コピー取った途端に調子に乗る。お前映画だと一番最初に死ぬタイプだな。失礼な。安全策を取っているだけだ。まあ、妥当な判断ではあると思うが、対戦相手からしてみればだな。おい誰じゃ私ぶっ壊したやつは。あのクソ CP か。覚えてろこの恨みは30倍にして返してやる。元愛車スクーターよ私に力を貸してくれ。てめえ何すんだクソ野郎。あごめん当たった。絶対嘘だろ。あの野郎マジで調子に乗りやがってよ。恨み晴らすからなー。伊賀発進全速前進だ。クソ、おいよもぎもち、グリーンピース、草もち、クソもち。お前マシンに乗った直後に破壊するなんて最低だぞ。おうなんか言えよ。なんなのこれ。私今回何か悪いことしたか。なんでこう立て続けに。相変わらずの不運の連鎖。ミサワって一度壊してしまえばこんなにも自利品になるのか。覚えておこう。ひどい弱みを握られた。だがな、私はだな、ちょっと運が悪いだけだ。ほんのちょっと。まさか CP にボロ負けだなんていつものお前じゃないな。そう言えるのも今のうちだけ。兄貴に乗った今、私はお前らに約束する。その貧相なステータスで何ができると。甘いな。ステータスが低くてもプレイングとアイテムの使い方次第では楽天できる。それがエアライドだろ。お前は僕のアイテムを取った許さない。どう考えても今の私のだったろ。おら壊れちまえよ。今が兄貴を破壊できる唯一のチャンスだ。体勢立て直したらもう奴はいない。逃げ足の速い奴だ。ヒット&アウェイだぜ。何ドヤ顔で言ってんだ。ヒット&アウェイ。そんなの認めない。ヒット&ヒットだろ JK。さすが特攻バカ。
言うことが違うぜ。とりあえず、やられっぱなしで黙っているわけにもいかん。つらかせ。アイテム落とさないお前に興味はない。梅干しを狙う。いやいや、きっとまだアイテム落とすぞ。意外と強化アイテム取ってたし。だとしても今はいいや。じゃあ自分から言ってやる。どこ行ったあの黄色、安倍氏。何かに当たったが今は知らん。どこ行った梅干し。もはや相手にされないでござる。今回は僕に追い風が吹いているな。そのまま追い風に乗って崖から落ちればいいのに。さっきから毒舌だなお前。やさぐれてるな。おうよ、バイクに乗ってグイグイ言わせてんぞ。強そうなの見た目だけだが。あれは、ゴルドー先生、力を貸してくれ。なんて早いんだあのデビル。追いつけないぜ。へいへいへい、ちょっと早いけどプレゼントだ。私からのお年玉だ。ゴルドーボールなだけに。危ねえなあいつ。よっしゃあ、グリーンピースぶっ壊した。見たか、貧弱の底力すげえやろ。ラッキーアイテムうまうま。おま、それ私が。あいつ弱ってるしな。今がチャンスだ。私が弱っているとこんなにも攻めてくるのかこいつ。いつも以上に強気だな。そうどきたこれ。これであいつぶった切ってやる。あーこれはまずい。結構ガチで。やべえ後ろ取られた。スキアリー。わあやられた。もう無理だ。これで4代目だ。私に希望は、救いはないんですか。あれだ最後のチャンス。レースワンチャンにかけて私はロケットに乗る。珍しい光景だ。三沢がロケットに乗るってのも。こいつの扱い方はさっぱりだが、この際何でもいい。もうお前に勝てないというか時間もない。だから、私はスタジアムで勝利する。確かにデスマッチ系となると勝ち目はあれだが、レースでも怪しいんじゃないのか。ロケットのチャージだけは誰にも追いつけない。これをどう使うかが、勝利の鍵だ。ここは素直に負けを認めるんだな。さすがにステータス面でも厳しいんじゃ。絶対に諦めない。このままお前が無双するだけの動画になんてさせないぜ。恐れるべし実況者魂。というより往生際が悪いだけというかなんというか。それはお前もだろ。まあそうだな。さて、本当にこれで負けたら僕の立場ないし、本気でかからないとな。最後の最後で最高速だのいろいろとゲット。頼む、レース来てくれ。果たして何が来るか、答えは CM の後。こちら三沢チャンネルがお送りいたしません。CM なんてねえよ。あれ？僕言うほど強化できてないな。私壊されまくった割になかなかだな。お、レース来た。これはまだ勝負が見えない。お先に失礼するぜ。よっしゃー。ちょっと待て早すぎる。スッキー発見、見ろよ、もう追いついたぜ。ここで妨害を。なんでこんな時にスリープ来るねん。バカやめろ今はやめよ。けろー。これはもらったー、僕の勝ちだー。あー。嘘だろー。とやー、ねえねえ今どんな気持ちなのねえねえ。くそ、本当にわずかの差で負けた。絶対僕がスリープ引いたのが敗因だろ。私氷漬けにされたんだが。最後のダッシュボード踏み損ねたのが。スッキー、言い訳は良くないぞ。認めたくないのはわかるが。絶対に勝てると思ったのに、勝負に勝って試合に負けるってやつか。そういうことだ。何が起こるかわからないからしてトライアルは面白い。その通りだな。まあ僕はミサはボコボコにしたし、それで満足。ああ、その仕返しはこの後の試合で恨みを晴らすから覚悟しとけよ。ええ、恨みの持ち越しとかそんなのありかよ。僕もたまにやってるけど。ということで、次回三沢が僕に3倍の仕返しをするんだとか。名前間違えんな。次回、ローズの香りがする股間の三沢の復讐できたらいいなへん。お楽しみに。おうかかってこいや。ということで、ご視聴ありがとうございました。